兵庫県立淡路高等学校一の校は、兵庫県淡路市分家に所在した県立高等学校。淡路市と三島に総合学科を有する兵庫県立淡路高等学校の文校であり、校長は本校の校長が兼任していた。ただし、校歌、制服、教育課程などは本校とは異なる。校訓は自主、創造、礼節である。定員は40名。 各学年に一クラス。淡路島内の他校がそうであったように、かつては、淡路農業高等学校には、一宮校と同じような文校がいくつかあった。育区保、仮屋、鮎原の各文校が設置されていたが、昭和50年代を中心に、文校の統合整理が行われた。育区保は1979年廃校、鮎原は1978年廃校。 張り合わせ963年兵庫県立須本実業高等学校東浦校へ所属外が行われ、一宮校だけが淡路高等学校の分校として残った。前身である私立一宮実践女学校の設立者石上勝吉は元県立学校の教諭であり、あと1年で恩給がつくにもかかわらず、県立学校を退職し、女学校設立に奔走した。 淡路島の将来は母となる女性の教育にかかっているという思いで、資材を投げ打って地域の協力を得て学校を設立したという。しかしながら私立学校からの変革により、石上の立場は学校長から事務取扱いとなりやがて1945年退職となる。なお、当時敷地内にあった樹木が今も軍家の学校敷地内に残っているという。 ありがとうございます。